きまして、次ロビンズジーンのレザーベルトを紹介します、はいはい、では紹介させていただきます。私ですか、ね、はい、アメリカを代表する、プレミアムデニムでブランドです。ビバリーヒルズ、ニューヨークに、旗艦店を構え、その他にも様々な国の高級デパートで取り扱われております。現在、海外でも多数の有名女優、アーティストが着用している注目ブランドです。いつものジーンズを、紹介させていただいていますが、今日は上質なレザーを使ったベルトを紹介させていただきます。はい、こちらですね、はい、これロビンなんですけど、うん、これとかもモロロビンですよ ね、 すね、はい、このロビン、これがあのロゴになってるんですけど、うん、これね、あの T シャツとかね、夏とかだとシンプルに決める人多いと思うんですけど、うん、シンプルなところのお腹の辺にこれがあるだけでめちゃめちゃかっこいいですよね。そう、だいぶかっこいいですよね、はい、なんかシワ感も、ね、シワなんだろう、ヒビヒビ感、ひろかちゃん面白いね。ダメージね、ダメージね、ヒビ、うんうん、そう、あ、そうですね、そうですね、質感とかね、そういうのもね、ちゃんとしっかりしてて、これほんとずっと使ってられるので、でね、はい、よかったらと思います。これね、こちらの方ですね、こちらの方僕とかですね、他の人もそうなんだと思うんですけど、太かったり、自分の体型が太かったり、細かったりとかする人いろいろいると思うんですけど、これね、あの、ずっと穴が開いてるので、どこでもこう止めれるので、はい、あの、使いやすいかなと思います。それで、まあ、T シャツだったり、ジーパンだったりと合わせるのが、まあ、一番かっこいいかなって、シンプルイズベストじゃないですけど、かっこいいかなと思います。はい。よろしくお願いします。はい、さっきのサングラス、女性がかけたとこ見てみたい。ああ、そうですね。女性がかけたとこ見てみたいっていうふうに思いました。お、よく見よう。何でも見よう。いや、こういうやっぱそんな。はい。怖いですね。え、怖くない。いや、大丈夫です。可愛い。セレブって感じだ。あー、かっこいいですね。そうですね。あ、いいね。可愛い。絶対可愛い。あー、やばいね。これは。あ、こっちに。可愛い。はい。可愛い。はい。ってね、もうファンサービスしてあげてください。はい。はい。よろしくお願いします。はい。ということでですね、次の商品いきましょう。ベルトの金額、あ、そうです、金額ごめんなさい、こっちの、ね、レザーのバッグの方が21,000円、うん、で、さっき、森田さんが買った方が、はい、35,600円です。これイタリアンレザーなんで、あ、イタリアンです、はい、ちょっとお値段が高いんですけど、そうですね、そんな感じです。はい、はい、ございます。じゃあ続きましての商品いきましょうかね。次がサンダストのレザーバッグ、トートバッグ、ね、これね、かわいい、めっちゃかっこいいです、ね、これね、じゃあこのままひろかちゃん、いいですか、ます、はい、では紹介させていただきます。そうですね、卓越した技術と知識を持ち、独自の作業の手法で職人によって作り上げております。アメリカの高級百貨店バーニーズニューヨークや有名セレクトショップフレッドシーガルなどでも取り扱われており、今後大注目のブランドでございます。本国アメリカでは大人気俳優オーランド・ブルームにもプライベートで愛用されるなど、すでに注目を浴びております。頑丈な作りで手入れすれば味も出て末永く使えますということです。はい、ありがとうございます。これね、店長からすごいねプレッシャーかけられてるんですけど、あのね、これね、鍵がついてるんです、で、ここに鍵があって、俺1回で開けれるかな、わかんないんだけど、やってみよう。よっしゃ、いったー。これね、こういう鍵がついてて、で、これを、こう、こう開けて、そう、やるんです。で、これ、すーごいっすよ。入りますね、ね、めちゃめちゃすごい容量入るし、あと、ちゃんとね、あの、この鉄とかでね、固定されてるので、すごいね、これ、かっこいいっすよね、単純にね。で、開けれましたよ、店長。よかったですね。ずっとね、できない、できないって言って笑おうとするから。できたから。はい、これね、ね、あんまりこの鍵がついてるね、バッグってあんまりないと思うので、はい、ちょっとね、おしゃれ感が増すと思います。なんか旅行にも全然行けますよね。そうですね、全然行けますよ。ボストンバッグと同じぐらいなので、はい、これ結構大きめなのでね。伊勢丹の新宿のメンズとかでも、地下で取り扱ってる。はい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 、そうですね。で、こちらですね、僕多分この間僕持ったやつですよね、これね、はい、
クルーズの今までのそのアーカイブとか見てもらえば分かるんですけど、ちょうどそうですね、アモーレさんが来た時に僕衣装を着させていただいてたんですけど、その時にこれを持ってたんです。僕あのね、持ちやすいっすよね、普通ね。持ちやすいそれ言うとね、それ言うと絶対ごめんなさい、東さんって分かんないと思うんですけど、俺服 T シャツ持ってどうですか、持ちやすいでしょって言っちゃったんですよ。持ちやすいってなんだっていうねことだったんですけど、まあ持ちやすいですし、あと量、そうですね、あのカバンでは間違ってないね。だし、これね、意外と容量も入るんですよ。はい、ね、それこそパソコンとか持ち歩く人もいるだろうから、はい、そういう人とかも全然入れれますし、あと革がね、しっかりしてて、すごいですね、はい、しっかりしてて、マジ本当にこれはなんだろう、1個持っておくとずっと使えるようなトートなので、もしよかったらご検討いただければと思います。サンダース、去年の秋、テレビのドラマで、はい、弁護士役だったから木村拓哉さんが出てたので、それで、またそこで人気が出てきてるんですね。はい、はい、なるほど。で、金額ですけども、はい、レザートートバッグの方が、木村さん持ってるのが97,715円、はい、で、森田さん持ってるのが94,628円ですね、はい、結構するんですけど、それこそだってね、まあ、バッグですね、そう、女性の方とかだと、そら、ビトンとかあるじゃないですか。これに関してはね、このこだわりのパーツがすごいよね。で、やっぱいいですよね。そうですね、かっこいいです。この鍵、新品でよく出てきたなと思うもんね。そうですね、はい、なんかすごいヴィンテージ感が、そうですね、それこそこの大きさの、例えばビトンとか、ああいうこう、うん、まあ有名ブランドさんとかで買ったらもっとしますよ。それこそ20万30万で済めばいいけどぐらいするんで、それに比べれば全然お安い値段で見れるので、もしよかったらご検討いただければと思います。ボーナスもあるのでね、はい、価格とかのこだわりを見て面白いなと思ってくれればいい。そうですね、はい、なのでこれね、鍵もちゃんとついてるので、はい、よかったらご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次の商品いきましょうかね。はい、次最後は TNM ジーンズですね。無理だろ、これ負け。はい、これつけてもらって。確かに。急にと、本番中に言いますそれ。はい、つけます。はい、つけます。コメントが。あ、はい。つけたなって。はい、了解です。つけたらどんな。ね、まだ白です。後ろ全部通さないでいいです。あ、ほんと。こうですね。これで。手が震える。落ち着いてください。急な振りあるこれ。ありますよ。だってダンスごとなされたんですか。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですね。多分これね、僕ちょうど T シャツなのであれなんですけど、ちょっと T シャツの上からこう見えるとかっこいいなーっていうのはあります。はい、よろしくお願いいたします。